俺がダーツだ。そして俺が猫だ。猫だ。はい。さあ今回のね、飲み撃、メンバーの愛用品、俺のタツの愛用品をご紹介させてもらいたいと思います。私が紹介するのは何かと言いますと、こちらです。わかりますか？井村屋さんのたい焼きアイスでございます。これがね、マジでめちゃくちゃうまい。たまらん。小学校の時から大好きで、ほんまにスイミングスクール行きたくなさすぎたんですけど、帰りに絶対にこのたい焼きアイスをね買ってくれてたんで、それで渋々スイミング行って、そのおかげで泳げるようになった。たい焼きのおかげで泳げるようになったという、僕が子供の頃から大好きなアイスでございます。食っていきましょうか。このね、もう見た目も可愛い、このモナカにたい焼きの形になっててね、中にアイスが包まれてるんです。割ってみますよ。ね、ぎっしり。いただきます。あ、うまいわ。でこれね、たい焼きなだけじゃないんですよ。あんこともなかのこの外側に薄くね、チョコがねコーティングされてるんですよ。実はチョコのパリッとした食感とチョコの甘みもある。でチョコとあんこ合うのって、これ合うんですよ、最高に。でこの真ん中のバニラ、これがねすごいクリーミー。どっちかっていうと生クリームの顔もちょっと持ってるぐらいクリーミーでして、それがうまいことあんことチョコをこう融合させてるという、そういったアイスなんですね。だから言うなればこれ粒あん上下2段、これだから二刀流大谷翔平です。でこのチョコ、この和という、このたい焼きというのに海外の文化が入ってきてる。つまりこれヌートバーですよ、チョコが。でその2つをバニラでまとめている、1つの味にしている、これだから、このバニラがダルビッシュです。でそんな個性豊かなメンバーたちが、あのガツガツしたコーンじゃない、この優しいモナカ、栗山監督にこう包まれてるんですよ。侍ジャパンアイス、侍ジャパンです。優勝おめでとう侍ジャパン。うまい。あなたのじゃないの、ごめんね。あなたのじゃないんだ。食べたいな。もうちょい待ってな、ごめんな。あとでチューやっていいから。これあなたのじゃないんだ。そう、これ